はい、今回は、こちらの、キャラクターグッズですね、キャラクターの今後の方を、紹介したいと思います。一つは、今、Netflix の方でアニメの、シーズン2の方が、スタートしましたけど、トレーラーパークボーイズ、カナダの、コメディドラマですね。もう一点の方は、昨年アメリカの方で映画公開された J& サイレントボブ。こちらはすべて、カナダの、フェイマス社という、スモーキングブランドが、ライセンスを取って、販売している、正規品になります。こちらの方、素材は、宝慶さんの、パイレックス、ガラスを使用してます。ヘビーグラスです。非常にガラスに厚みがあって、重厚感もあって、購入した時の満足感は、ご紹介できます。これいいですよね。非常にポップです。スペックに関しては、一点一点、異なりますが、今北米で人気の、シャワーヘッドと呼ばれるステムですね。こちらが、全て、搭載されております。シャワーヘッドは、バブルがよく発生してくれるので、同じ水を使っても、とても煙が滑らかになってくれて、雑味を取ってくれて、味も非常に向上しますし、すごく滑らかな、煙になってくれるので、とても吸いやすいと思います。こちらはすべて、北米、カナダの、メーカーですので、空気穴はついてません。すべて、北米産の特徴である、スライド式ですね。こちらの方で、エアを抜く感じになります。こちら、オフィシャル品ですので、すべて、ボックスに入ってのお届けになります。トレーラーバッグボイズ、バディクライスト、これ一番おすすめです。こういったボックスに入っての、お届けになりますので、プレゼントなんかにも最適だと思います。いち早くチェックしたい方は、お店の方まで来ていただければ、商品が見ることができます。今回は以上です。